ビジネス学科、異文化、コミュニケーションが A、 いろんな人がいるのが E、 経営者の話を聞けることがいいです。人がいい、授業の内容の豊かさがいい、雰囲気がいい、自治研修がいい。2年次の必修科目としてバイオビジネス実地研修を実施しています。国内の農業や食品加工、情報関連企業のみならず海外でも研修を行っています。バイオビジネスの現場を経験することによって現場から考えることのできる人間となるための重要な機会です。この経験は専門知識を習得するときの糧となり、進路、就職先を決定するときの指針として多様に活用されています。学生はプログラムの中から研修地を選択し、約半年間の事前学習を受けてから実際に派遣されることになります。トマトケチャップ作りの研修だとか、直売所での研修だとか、他の研修先ではできないようなことが大分の研修先ではできるので大分にしました。普段あまり家の周りの人とかとの交流がないんですけど、研修行った時には結構直売所でもトマトケチャップ作り工房とかでもいろんな人と話ができたり、そういう面ではすごいいい経験になりました。びっくりしました。研修はフィリピンに行ってきました。フィリピンで実際に実習したことは何ですか？主に農業実習と、あとは現地の学生との交流を深めてきました。日本のまず豊かさを実感しました。今までその何気なく暮らしていた暮らしっていうのがものすごくその尊いものだなっていうのを2週間現地で暮らしていて、分かりました。これから海外行く学生に海外を 見るポイントとしてどういうところを見たらいいかっていうのを教えてください。とにかく実際に足を踏み入れて、で現地の人とたくさん交流してもらいたいなと。現地の人とやっぱり話すことでその国の文化とか歴史を学ぶことができるんじゃないかなと思います。海外実習、南米の方に行かれたっていうことなんですけども、そこに行こうかなと思ったきっかけっていうのを教えてください。特に自分のやりたいことを見つけられなかったので、まずは海外に行ってそのビジョンを変えようと思って、僕が配属されたのがコーヒー農園だったので、コーヒーの収穫から出荷に至るまでを、海外に行くときはもう1カ国語しか通じないってところに行った方がいいと思います。やっぱ困ったときに自分の知ってる言葉が出てきちゃうので、そのときに知らない言葉だけだと自分の成長にもつながるなと思うので、はい、そうですね、英語も日本語も使えないところに行った方がいいんじゃないかなって思います。